ブリュードックはスコットランドのエロンに拠点を置く独立系クラフトビールメーカー及びパブチェーン。パンク、IPA の銘柄で知られる。2007年にスコットランドで創業されたクラフトビールメーカー。大手ビールメーカーが工業的に大量生産する確一的な製品とは対照的に挑戦的で枠にとらわれない多種多様なラインナップが特徴。また、 過激で挑発的なプロモーションも同社のマーケティングの重要な側面である。2019年には A ブランドファイナンス社から世界で最も価値があるビールブランドの一つにランクされた。2020年現在、およそ60の国と地域に製品を輸出し、100店舗以上のバー5つの醸造所がある。ブリュードックの使命は人々を我々と同じくらい、 クラフトビールに夢中にさせること。2020年時点においてブリュードグは世界に5つの醸造所を持つ。次期拠点には中国が予定されている。上流所などブリュードグは非常上企業だが主な資金調達をエクイティフォーパンクスという株式投資型クラウドファンディングから得ている。これはブリュードグのフォロワーが 同社から直接株を購入することによって、事業の共有と成長の支援ができるもので、2009年の開始から2020年までに12万人から約7300万ポンドの資金を調達した。創業当時は世界不況のただ中であったにもかかわらず、エクイティフォーパンクスの成功によってブリュードグは急成長を遂げた。パンク株は1株50ドルから購入でき、 同社のウェブサイトから国内外を問わず、オンライン購入が可能。株主は専用のフォーラムを通じて経営上の意思決定に参与できるほか、オンラインショップや直営バーでの永久割引、限定醸造ビールの購入、バースデービールのサービス、醸造所無料ツアー、フェスティバル形式の年次株主総会への招待など、投資額によって様々な特典が受けられる。 配当金は支払われないが、企業の成長に伴う株価値の増加によって、将来的な利益が期待できる。上場の時期については2020年から2022年頃と、見込まれている。世界最小の講義2010年10月、ブリュードックは、イギリス議会があるウェストミンスターで、モヒカン頭のパンクファッションに身を包んだ身長130センチメートルの男性に、 すべての人にスモールを、サイズの問題を、と書いたプラカードを掲げさせ、2、3パイントグラスの認可を求める署名活動を行った。当時、英国のパブでビールの提供に使用できるグラスサイズはフルパイント、ハーフ、1、3に限られた。1698年に制定されたパイント法以来、容量が保証された認定グラス以外は、 使用できなかったためである。しかしハーフサイズは小さく、フルパイントでは大きすぎるため過剰飲酒につながるという意見もあった。ブルードックでもクラフトビールには2、3サイズのグラスが最適と提唱しており、法改正を求めてイギリス議会に請願書を送るなどしていた。このデモ活動は1週間にわたって続けられ、世界最小の抗議として各報道に取り上げられた。 その3ヶ月後、法律は改正されに、3サイズのグラスが利用可能となった。太った猫2015年5月、ブリュードックは4回目の資金調達、エクイティ・フォー・パンクスにおいて、開始からわずか20日間で500万ポンドを調達する大成功を収めた。これを祝して、ロンドンの金融街にヘリコプターから太った猫の剥製を投げ捨てる。 デス・トゥ・ザ・ファット・キャッツパフォーマンスが行われた。この猫は、投資銀行や、ベンチャー・キャピタルなどを揶揄したもので、利益優先の量産ビールが、市場に蔓延したのは彼らが、企業の独立性を奪ったためだと非難した。このパフォーマンスの後、ジェームズは、もはや、クラウドファンディングは、変革者にとって、ニッチな代替手段ではなく有効な選択肢だ。我々は、ロックフェラーではない。 アイホークスだと述べた。ブルードクの反体制的な姿勢と挑発的なマーケティングは各所で様々な衝突を招いたが、中でもポートマングループとの対立がよく知られている。ポートマングループはギネスを擁するディアジオを筆頭に、カールスバーグやクアーズといったアルコール飲料大手の出資によって設立された自主規制団体で英国政府に代わって、 消費者の責任ある飲酒と販売者の責任あるマーケティングを促進することを使命としている。ドグマ2008年4月、ブリュードックはポートマングループから警告を受けた。パンク、IPA のラベルに書かれた This is an aggressive というフレーズが引用者の反社会的な行動を助長するとしてラベルの変更を求めるものであった。ブリュードックは フレーバーの特徴の表現であると主張して要求を拒否したため本件は有識者による第三者委員会に送られ審議されることになった。ポートマンの主張が指示されれば小売業者に対してパンク、IPA の販売禁止が要請される。2008年12月8ヶ月にも及ぶ審議の結果パンク、IPA のフレーズの正当性が認められ、 ラベルに変更を加えることなく、販売を継続することが許可された。しかしジェームズは、ポートマンの活動は彼ら自身の存在を正当化するためにしか役立っていない、小規模な醸造会社の発展を妨げることで、大手メーカーの市場シェアを守ろうとしていると、ブログで批判を続け、さらに、禁止に値するものを彼らに与えるとして、スピードボールという名前のスコッチエールを発売した。 スピードボールの成分には、ガラナ、コーラナッツ、ケシノミ、ヘザーハニーなどが含まれており、ラベルには、ハッピーサットな効果を生み出す。活性成分の凶悪な混合を含んだ、クラス AL と表示して、1本3ポンドで、販売された。この挑発行為に対し、ポートマングループは、違法ドラッグの惨状をあざけ笑っていると激しく、非難し、スピードボールは、発売から半月で、 販売禁止を宣告されたが、ブリュードックは、直ちにラベルを変更し、ドグマと解明して、販売を続けた。ジェームズは、大手メーカーが安価なアルコールを大量販売している、ことの方が、社会にとって、実害で、表面的な言葉の意味をいじっても社会は良くならないと、述べた。ディアジオ2012年5月、グラスゴーで開催されたビースコットランドアワードにおいて、ブリュードックは、 年間最優秀は運営者賞を受賞することが確実視されていた。しかしトロフィーにブリュードックの名前が刻まれていたにもかかわらず賞が贈られたのは別のグループであった。審査員からは困惑の声が上がり、受賞したグループはトロフィーの授与を拒否する異常事態となった。この不可解なイベントの2日後、主催者である b スコットランドの会長オケニー・ミッチェルからジェームズに連絡があり、 イベントのメインスポンサーであるディアジオの上級役員からブリュードックに賞を与えるなら今後すべてのイベントからスポンサーを降りると圧力が加えられたことを明かされたこの一件をジェームズがブログで暴露しニュースなどで大々的に取り上げられるとディアジオはスタッフによる重大な判断ミスと釈明し謝罪したがツイッターなどのソーシャルメディアで炎上しハッシュタグ アンドスウィンリスノットが世界4位のトレンドになるほどの騒ぎとなった。ブルードックが2020年までに醸造したビール銘柄は400種を超える。エール、スタウト、IPA、ラガーなど様々な種類のビールを生産しているが、どれもクラシックなビアスタイルに現代的なひねりが加えられている。すべてのビールレシピは DIY ドックというドキュメントにまとめられ。 DIY と共有の精神に基づき、オフィシャルサイトで一般公開されている。毎年年末近くになると、プロトタイプチャレンジがある。これは、数本の試作品をファンに試飲してもらい、人気投票によって、時期の定番商品を決めるもので、ここからロングセラーになった製品も多い。市場に向けて、一般販売される製品のほか、よりマニアックなビールファンに向けた。 ファンジンというサブスクリプションメンバー限定製品があり、これにはパイロットリリースなども含まれる。一連のビールとは一線を隠すアブストラクトシリーズはビールよりもアートというフレーズのもとに2010年から始まったコンセプトビールブランド。年に一度だけ醸造し数量限定販売される。各ビールはそれぞれが異なる解釈やテーマで特徴付けられており、特定の名称はなく、 リリースコードで呼ばれる。コルク仕上げのシャンパンボトルで、ボトルコンディションさせているのが特徴。IPA、ベールエールポーター、スタウトラガーその他、スタイルアンプライズドハローマイネームイズ、ハローマイネームイズビールは特定の国の人々に敬意を表した WIPA で、その国を象徴する原料で醸造され、その国の象徴的な人物にちなんで命名される。スペシャル。 ありがとうございます。